今回は巫女に対する質問スレを2本ご紹介します。こちらは2012年12月に建てられたスレです。現役巫女だけど質問ある。バイトだけどね、もうすぐ勤続1年になる。脇涼しい。涼しいというかこの時期寒いよ。大抵の人生って年中いるわけじゃないと思うけど、やっぱりでかいとこなの。結婚式かっこ神前式担当です。神社自体はとても小さいです。霊夢。一日何してんの？やっぱ空飛べるの？おっさん仕事は終わったのか？カンナ好きの見込みた。早く袴を置くしろよ。ID 付きで。畳んだ状態でいい。広げるとめんどくさいから。下着は履かないよな。処女だよな。下着どころか最近は膝下ぐらいのレギンス履いてる。処女ではある。悪い巫女だったか。邪悪に飲まれる前に下着はやめておいたがいい。右の胸と左の胸どっちかって言ったらどっちの方が大きい。右と左で差があるものなの。うくはよ。五国神社で巫女前頼んでそれなりの引き上げると、350万はかかったと思うけど今そんな金使うやついるのか。神社で結婚式はほぼないね。ホテルが多い。例の神主さん紹介して。神社神道の奴らはタダだしな。子供のお宮参り行った時にあげてる奴いたわ。巫女も出張する時代か。お願い結婚してくれ。神様信じてる。微妙かな。大学はカトリックだし、うぷもうちょっと待ってね。ちはやは着ない方が可愛いと思うの。あの髪をまとめる髪がコピー用紙って本当なの。もう正月の準備始まった。一年の儲けの半分は正月さんが道で稼ぐって本当。本当なら正月以外は暇してて金もらえるの。無駄だね。本当に小さい神社だから、多分結婚式が一番大きな収入だと思う。正月の準備は12月下旬から。カトリックで巫女、神道は何でも飲み込むな。昔の巫女は来客の接待としてセックスしてたからな。下着より恥ずかしいわ。巫女とセクロスしたいんだけど、処女しかなれないって本当？多分嘘。面接の時もそんなことは聞かれなかったよ。少なくともうちの神社は。カトリックは割と洗礼してても鳥居くぐることくらいは主がお許しになるらしいからな。多神教の神に仕えてる身になるとどうだか知らんけど。神様いるって思うと安心しない。それも微妙かな。まあ、受験の時は散々神頼みしたけど。お願いだから来ておく。着るとね、片付けるのが大変なんだ本当に。着るのも大変だけどね。神社の面接って何聞かれるの？面接っていうか、顔合わせって感じだったかな。先輩からの紹介だったからね。住所と名前書いておしまい。あと雑談みたいな。あと、私はきっぱいな上にデブなので来たって何にも楽しいことないと思うよ。巫女さんがメラーだなんて考えたくないから二度とすれ立てないで。うん。多分これが最初で最後。巫女ってそもそも遊女だったってマジ？お国さんとかのことかな。私は詳しくないのでよくわかんないや。巫女服ってもともと下着だったらしいな。巫女装束の時は下着に規定はあるの？下姿オープ。お正月に初詣行ってみるといいよ。その方が可愛い巫女さんたくさんいるさ。俺はお前が見たいんだけどダメかな。どんな仕事すんの？そして時給いくら？特にないけど、袴の下から見えないこと白衣の下に透けないことかな。時給は地方だから800円。仕事は、主に結婚式の司会進行とか、司会杯とか指輪交換とかの手伝いね。あと神社の掃除。来た状態でめくってまんまんうぷ。袴の下から見えなきゃタイツ履いてもいいのか風邪ひかないでな。通過白衣が透けるものとは思わなかったわ。ありがとう。まあ、念のためって先輩が言ってた。黒とか着てたら透けるんじゃないかな。巫女さんと出会うにはどうすればいいの？掃除中にメアド渡せばいいの？鏡見てから考えような。するとコープ白ハゲ。衣装用意なんぞおっさんでもできるわ。うちの神社は掃除中はジャージだけどな。それでもいいなら。特にかっこよくもなく普通な感じのやつにメアドもらったらメールする。どれだけ需要あるかわからんのか。来てくれよ。ジャージとか知りたくもなかった真実。実は先日、結婚式の途中で近い杯の酒を白衣にこぼしてしまって、クリーニングに出しちゃって着るのは不可能です。ごめんね。上半身裸で袴だけでオッケー。巫女装束で落ち葉かき分けて掃除とかできないよ。袴だけで上は裸でもいいよ。まだ1のスペックを聞いてないな。まあにわか雨なんかで濡れたらってこともあるんかもね。袴は白衣着ないと安定しないのよこれが。申し訳ない。じゃあもういっそのこと裸でもいい。そっか、スペックか。20歳カトリック系大学生。文芸サークル。失敗チビ。ぐらいかな。他に書くことある？なんだ処女か。大切にするから結婚しよう。おっさんおつ。社の御祭神は？多分アマテラスだと思う。多分って、それくらい覚えとけ。ご飯の手伝い行ってくるから離席します。戻ってきて残ってたらまた質問とか答えたいと思います。短い時間でしたが、ありがとうございました。かわいい。巫女さんがほうきで落ち葉の掃除してるの絵になるのに。だが現実はジャージ。現実怖い。
神明神社なら大抵アマテラス。ご飯の手伝いか、いい子じゃないか。ジャージで掃除か。ネカマ楽しそう。俺も今度やろ。ジャージも可愛いと思うけど、馬乗り袴なら桃立ちを取ってみてもいいと思う。いつもはジャージな子が巫女装束いい気がする。本当に短い間でしたがありがとうございました。おお、残ってた。生後美味しいです、うまうま。ちなみに袴はズボンみたいに分かれてない。スカート状になってる。おかえり。女と男で袴は違うからのう。あれ風通しいいから大変だよね。下にジャージとレギンスダブル装備で冬は戦えるよ。そっちの方が原型だと聞いた気がする。夏は涼しくていいけどね。エアコンない施設での結婚式は夏でも冬でも死ねる。レギンスープ。剣道袴はズボンみたいになってるわ。忘れてた、おかえり。よくしゃがんで立ち上がろうとしたら裾踏んで転びそうになるけどね。大学に巫女さんいっぱいいるから珍しくないな。カトリックアロタ。裏切り者。ところがどっこい。でも袴着る上ではちょっと肉があった方がいいらしいね。勘違いしてもらっては困るが、うちは真言宗だ。ちなみにそこの神社の神主さんの娘さんも同じ大学。おみくじで今日引いたことある。巫女やってるっつったら男寄ってくるだろ、甘えんな。なんだか知らないけど巫女さんってエッチな妄想とかうまそう。童貞だけど。今日はないけど、厳島神社で昔、吉祥身分手の引いたことはある。未だにわからないんだけど、あれ。わろた。仏教な上にキリスト教でしかも神道ってすげえ。神主の娘さんとは中学、高校、大学と同級生だけど、割と派手な子だよ。彼女は巫女やらない。なんでだろうね。一昨年の元旦に行ったやろ。知恵袋にあったわ。いや、去年の夏。知恵袋にあるの、呼んでくる。派手な子なら、男の金玉を蹴り上げる遊びもしたことありますか。彼女ならあるいは、でも頭はいい子だよ。なんか、おみくじにまつわる話を一つくれ。私は結婚式担当なんでね。ああ、でもおみくじをいろんなとこに結んで帰るのはやめてください。掃除の時ありえないとこから出てきてビビる。トイレのポンプのパイプに結びつけてあったりさ。マジっすか、頭良くて派手な子に金玉蹴られたいです。専門の結婚式で驚いたことでも書いとこうかな。神前式なのにウェディングドレス着てきた新婦がいる。十二人へ。新郎の震えがありえない。カメラマンが邪魔。白むく思い。子供へ。マジで。もらい泣きする。しない。けど巫女始めた頃に一回、式の3日前に事故に遭って点滴しながら挙式した新郎にはいろんな意味で涙出そうになった。式終わったらすぐに病院帰ったけど、人いなさそうだけど、結婚式あげるときは万全の状態でね。緊張しなくていいんだよ。失敗してもフォローするし誰にもわからないから。というのを私は全国の新郎に伝えたい。新婦さんは意外と緊張してないのよね。俺は大丈夫。一度経験してるから。この時期は白旅だけな足から冷えて大変そう。よし、伝えたいことも伝えたし、人もいないようだし、そろそろ消えます。皆もお正月には初詣に行って頑張ってる巫女さんの姿を見て、彼女も掃除の時はジャージだと思い出してください。それではのし。おつ、巫女装束の時は厚着できないで寒さが耐えそうだけど風邪ひかないでな。おつ巫女。ああ、うん。とても寒い。超寒い。でも根性で頑張る。好きでやってるバイトだからね。それでは本当にのし。まとめよろ。ここでスレは終了しています。次のスレは2017年5月に建てられたスレです。元巫女だけど質問ある。早速質問内容を見ていきましょう。元上金巫女。答えられる範囲で答えるよ。処女だった。私は処女だったけど、先輩は秘処女率高かった。かわいい。9割ブス。私服ならまし。中身何着てたの？下着だけの先輩もいたし、T シャツ着てた人もいる。一応後ろのインナー着るように言われてた。何歳なん？18から20まで飽食してた。定年は24。職で中は何も着ないのが巫女だろ。参拝者に聞かれたら、想像にお任せします。って言っといたよ。定年とかあるんだ。面接とかではどんなこと聞かれるの？気娘チェックとかあるの？普通にある。彼氏いるの？は聞かれた。あとはバイトしたことある？くらいかな。100-97 は？とか聞かれる。100-97って算数？算数。何か術とか習った。不審者注意で護身術習ったよ。勝手なイメージだけど護身術は合気道系。もともと神道の信者なの。合気道なのかな。もともと空手も習ってた。神道の信者っていうのかな。ちゃんと数形はしてたよ。定年あるんだ。飽食するきっかけは？ある。基本給、15万。家から15分だったから。バイトで巫女したなぁ。バイトはまだ楽しいよね。バイトで巫女言うけど自分の結婚式の新婦様が信仰心ない留学生だったらどうする？まず信仰心ない留学生が新婦とかありえるの？片言話す白人でさえいれば、結婚式場が雇ってるね。初耳だな。下着透けないの？新職さんとか透けて手をわってなるから。
ペチコート履いてた。処女は何歳の頃に卒業した？19かな。マジか、早いな。妄想が膨らむわ。そんなもんじゃない。普通の女の子だよ。いや、イメージだけど巫女さんとかって成人するまでは処女守るしきたりみたいなのがあると思ってたから、言ってないあたりもさらに興奮する。やっぱ。実際処女はただの魔女。心は神様に捧げてたけどね。なんかプライドがあるみたいだね。心を神様に捧げる感覚がわかんないな。そんなもんさね。気持ち悪いオタとかに盗撮されたことはある？日常茶飯事、神職さんとかがいれば守ってくれる。なんで巫女になったの？基本95万。家から15分は建前で、参拝した時に親切にしてくれた、先輩の巫女さんに憧れて。巫女って本当は処女じゃなきゃなれないんでしょ？本物はきっとね、巫女さんの格好して神社で働く人にはなれるよ。下ネタばっかだな。男ってほんと下品。性のせいに抗えないかわいそうな男。定年したら別の仕事つくの。本当そうだね。でも、日本神話って下ネタ多いから広い心で受け止めよう。定年してないけど転職したよ。幽霊とか神様を見たこと感じたことはある？見たこと、感じたことか。難しい。神様は呼んだら降りてくるものって認識だった。霊感ある？ないよ。装束代は個人持ち、神社持ち。うちの店利用してくれてた。最初の1着、2着、は神社持ち。あとは個人持ち。わからん。生理休暇完備。セクハラになるという名目でありませんでした。腹痛腰痛に苦しみながらニコニコしてたよ。血に対する汚れ意識もまちまちなんやな。回答案だと。まあ、そんなこと言ってたら巫女さん生理かぶって全員奉仕できないとかありえちゃうからね。一巫女さんとして行動してるとき、参拝者と会話していいの？別に喋るよ。お守りとかって巫女さんが作ってるの。授与品業者だよ。巫女さんって顔の審査とかあるの？求人に対して応募が多ければ、少なからずあるんじゃないかな、って感じ。市原市の高滝神社行ったとき、いた巫女さん全員可愛かったよ。何か前お払いの時とかの前は先輩から教えてもらうの？それとも、教習用の資料があったりするの？一応巫女長に教えてもらったり、講習会行ったり、前ふわーってないようなもん。神道とか詳しくなった？詳しくなったよ。自費で買った衣装まだ持ってる。売ってください。古着屋に売ってるよ。2000円くらいだった。そんなのでいいの？それコスプレ衣装じゃないのかな？アサギ袴も売ってたよ。本当は着ないやつはお焚き上げしなきゃいけない。でも最近のはポリエステル入ってるから燃やしたらダメなんでしょ。確かにそうなんだけど、うちの神社は焚き上げてた。自分も仕事で踊るけど、習うより慣れろって感じなんだね。H さんは、待ってる時に失敗とかはしたの？教えてもらってひたすら練習して、みんなで合わせてって感じだったね。浦安がほとんどだったけど、二郎なのに一郎の舞してしまった、って思うことはあった。ああ、それは間違いがわかるやつですね。なんか巫女さんやってる人って日常の所作や姿勢なども良くなったりするのは、イメージが強すぎますかね。背筋は格段に良くなる。あとは星座学じゃなくなるかな。神社のお掃除とか大変なの？家の掃除のがよっぽど大変かっこ投射費。一は神職の資格持ってない感じだね。一般的に巫女には資格いらないよ。残業とかあるの？タイムカードもないのでサービス残業です。タイムカードもないのでサービス残業です。ご神体の鏡って、金属なん、ガラスなん？金属が多いんじゃない。うちはご神体自体なかったから一般論がわからぬ。隠してあんのじゃね。ご神体がない？だと？ご神体がない神社はあるんだ。うちだけじゃない。私も入社した時にないって神職さんに教えられてびっくりはした。おるず。神職免許は辞めた後に取りました。正確には取りたくて辞めた。神職じゃない仕事に転職したけど、神社に入るのも入社なのか。ちょっと新鮮。以上になります。皆さんは巫女さんに対してどんなイメージをお持ちですか？